こんにちは、たまおでーす。今日のジャンク品はこちらです。サムスンのソリッドステートドライブ SSD です。型番は860 EVO 1TB です。こちらは知人からの依頼です。SSD が認識しなくなった、データを復旧してほしいということなので、ポータブル SSD のケースをつけて確認します。電源オン。一応ランプは点灯してるんですけれど、認識されません。ということで、開けていこうと思います。ここにビスが1本あったんですけれど、おそらくシールの中にも隠れてそうなので、剥がします。ビスはここの1箇所。あとシールをめくったこちらに1箇所。あとこちらの1箇所でした。開けます。1TB の SSD なのに中身ってこれだけなんですね。すごいちっちゃいですね。各部点検していきます。顕微鏡を使って点検していきます。特にここまでは異常ありませんね。特にこの端子だとかには異常はなさそうです。裏面見ていきます。こちらの部品の表面がパンクしてますね。ちょっと焼損しています。おそらく DC-DC コンバーターだと思うんですけれど、こちらは100キロオーム。はい、こちらも100キロオームです。18メガオーム。ここは0オームです。こちらもデッドショートはしていません。こちら電源を入れた状態なんですけれど、特に加熱している部品はありません。もうすでに焼き切れてしまっているのかもしれないので、とりあえずはこの部品外していきたいと思います。こちら用意しました。500ギガのドナー品です。まずこちらも開けていきます。なんとレイアウトが違うんですね。ついてる場所が違うんですけれど、多分これがついてる場所が一緒なので、こちらと交換していきたいと思います。はい。ファックスを塗って、固めていきまーす。ずれちゃったので戻しまーす。ドナーから取っていきまーす。入れていきまーす。100キロオーム飛ばしちゃったので持っていた100キロオームをつけまーす。サイズがちょっと大きかったですけれども、ちゃんとついています。で、そうしていきまーす。電源を入れていきたいと思います。電源オン。いましたー。データ読み取れました。やりました。なんとかデータを復旧することができました。今回、なんとか SSD を復旧することができました。顕微鏡を使ったので、小さい部品も比較的簡単に修理することができました。
ノーマルの状態では、この顕微鏡の高さがだいぶ低くて、作業性が悪かったんですけれど、0.5 倍のバローレンズをつけて、だいぶ高さに余裕ができて、作業性が良くなりました。で、こちらで倍率も変えれるんですけれど、このように、だいぶ小さい部品も大きく映し出せるようになって、作業性も上がりました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よかったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。